2011年1月30日アシーズブリッジ、登山教室の欧州バックカントリー編、場所はおそらかに来ています。大雪やら低温注意報が出てます。ゲレンデ脇だけでもかなりの積雪です。誰だかわかるかなと言ってます。これ全国ネットですね。ゲレンデから離れて、静かになってきました。見事です。もう2メーター以上ありますね。スキーでだいたい股ぐらいまで、スノーシューだともう腰ぐらいまで、埋まります。なかなか、すみません、静かに積もり雪が降ってますね。全然固まりません。気温はマイナス7度とか8度とかその辺でしょう。スキーが先行してます。シールをつけたスキーに先行してもらいます。すごい雪の量ですね。もうラッセルも死んだわね。まあ、またはしんどいですね。まあ、スーパーラッセルを続いてます。 S 氏のスーパーラッセルが続いてます。非常に深い雪ですね。もうスコップで掘り進むしかないですね。もう胸の高さ以上ありますから。上はだいぶ樹氷モンスターができてます。稜線まであとわずかですが、スコップを使ったラッセルが続きます。樹氷もたくさんありますね。あと稜線まですごくなんですけど、こういう風になかなかスコップを使いながらラッセルしています。周りはもうモンスターだらけになりました。今年はよく発達してますね。稜線出てもこれだけの、まあこれだけの積雪は珍しいですね。やっぱね、もうこういう風にべったり東北のようです。モンスターもしっかりできてますね。樹氷たちも、結構稜線見てください。この左右ちょっとモニターが分かりにくいから、モンスターが張り切れてるかどうかちょっと分かりませんが、やっと標識を見つけ出して掘り出しました。積雪量だいたい2メートル60ぐらいということでしょう。まあ埋まったのはあまりないですよね。埋まってるシーンはあまりないですよ。はい、1346メーターの頂上です。標識を、見事に掘り当てまして、記念写真、撮ってるところです。 OK、 さあ準備 OK です。ちょっと狭い感覚のツリーですけどね。